next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、今日はちょっと、私も最近アプローチダフり気味なんで、視聴者の皆さんに、ダフらないアプローチのワンポイントレッスンをお願いします。はい、基本的には、アプローチアマチュア女子がダフるのを見てたら手を使っちゃう人が多くて、特に手首がすごい動いてる人が多いですね。小手先でその調整しようみたいな感じの動きが見えて、こう例えばなんか打つ時に手首をめっちゃ使っちゃうとか、こうなんか手に力入ってこうなって打っちゃうみたいな、ちょっと、いいスイングをちょっとお願いします。普通は私がダフりたくない時に打つ時は、こんな感じ、もうほとんどフェイスローテーションなしでこうやって。フェイスローテーションなしっていうのはどういうこと？フェイスローテーションするイコール手首が、手首を返すってこと、返ってるって、だフェイスローテーションなしでもう体に、腕と手首を動かさないでくっつけて、体の回転だけでアプローチをすると。はい、はい、分かりました。で、悪い見本は、悪いのは例えば手首でパンって上げちゃって、ここまでは維持して、そこからこうなんていうかな、こういう感じですね、手首を返してるわけね。はい、手首の角度が、手首を使っちゃいけないと。はい、これは極端やけど、これが連動してなんかこんな感じ、わからんけどこんな感じ、でも言ってる人たまに結構ダフったりしてるんで、ここから、そういうのを気をつけたら、クラブが入る角度が一定になってくるから、自分で調整しやすいです。ミスした時に、今のなんていうかな、この角度が悪かったやなと思うけど、手首使っちゃったら自分がどういう角度で毎回入ってるかっていうのが分かんないんで、一定しないから。フォロースルーについてはどう？フォロースルーをなるべく取るようにする。フォロースルーはほんまに私はフォロースルー全く考えてないですね。フォロースルーはそのままの勢いのままです。テイクバックとフォロースルーがそのイコールになるようにした方がいいです。だからこっちテイクバックで 50% で、フォロースルーで例えばなんかそういう打ち方もあるけど 20% ぐらいしか出せへんみたいな。いや、それ止めちゃってるってことじゃない？そう、止めちゃってるってこと。それダメだよね。そう、なんかほんまに深いラフとかやったらプロはやるから、パンチショットみたいな感じで、フェアウェイの20ヤードの時はそういうのはなくて、普通にシンプルに、普通にシンプルに上げた分だけフォロースルー取る、だけフォローも取る。出そうと思わなくても出ると思う、その止めへんかったら、だってにこれだけしか上げ、アプローチこんだけしか上げなくて、こうやってフルショットする人はなかなかいないよ。いないじゃないですか。いや、だけど止める人はいっぱいいるじゃん。止める人はいっぱいおるけど、止まれない方がいいです、止まっちゃう人、こう強くパンチが入っちゃうから、その分飛んじゃうんで、強いこういう回転がかかるんで、50% ぐらいハーフショットでこれぐらい上げたら、こっちもこれぐらい振り抜いてあげた方がいいです。はい、わかりました。はい、じゃあそしたら、次はボールを打ってちょっと実践で、いいとこ悪いとこを見せてもらいたいと思います。はい、はい、じゃあその素人の悪い例っていうのをちょっと見せて。はい、結構アマチュアの人がダフったりするときに多いのは、結構手首使いすぎちゃってこうリリースしちゃって、こうなんかリリースが早かったらダフるし、そのままいっちゃったらトップみたいな、結構見て、もう一回そのなんだっけ、リリースが早かったらダフるし、じゃなかったら、こう早かったらダフるし、リリースってどういうこと？リリースはあれです、なんて言うの、日本、ヘッドを回すってこと？手首がほどけるってことです、このああこういうこと、
え、でも最後は手首固めてんじゃないの？私は固めてるけど、アマチュアの人は結構手使っちゃうから、うん、手首返す人いるじゃん。そうそうそう、そういう人、うん、結構そういう人、プロはもうみんな手首固めてるでしょ。固めてると思う、うん、返す打ち方もあるけど、まあまあ2、30ヤードだったら、そう、2、30ヤードやったらもう手首固めて、うん、そのままのホールで、うん、フィニッシュの時に手一番こう自分の方じゃないけどこの辺向いてるように、うん、結構フェイスがもうフィニッシュの時にこうなっちゃって、もうこの下に向いてたら、だ手首が返ってるってことでしょ。手首が返ってるってことやから、うんうん、それはダフりやすい、うん、でトップは、トップは素人がトップしちゃう時は、あ、トップしちゃう時どういう原因でトップしちゃうの？え、だ一緒ですよ、ダフってるのと、うん、結局リリースこういうタイミングが合えへんかったらトップもするし、うん、まあダフにもすると、ダフにもするから、うん、でこう手で打とうとしたらやっぱこのこの変える角度が調整できないんで、うん、調整しようとしたらトップしたりする。要は、手も手首も固定して、はい、回転で打ちましょうと、うん、でその距離はでしょ、テイクバックの大きさで決めるわけ、まあ、そうですね、テイクバックとフォロースルーの大きさ、うんうんうん、必ずフォロースルーとって、でフォロースルーで、手首を決めている場合にはどういうフォロースルーになるわけ？手首、さっき言ってた固まってる場合はこういう感じです。おだからそのフェイスが、フェイスが下向いてないってことね。そうですね。あとそのフェイスが返ってるときは絶対こうなって、うん、下に向くんで、じゃフェイス返さないように、でフェイスはどういうふうに向く、正しい打ち方をするとこういう、うん、はい、こうです、はい、になると。で例えばさ、20ヤードだったらどのぐらいのテイクバックするの？私が20ヤードやったら、うん、打ってみてよ、20ヤードこれぐらいかな、うん、20ヤードこれぐらいかな。もうあれだよ、止めないよね絶対、スイングは途中止めないよね絶対ね、はい、ちゃんと綺麗にフォローする。あ、そうですね、うん、はい、うん、回転して、はい、うん、じゃあ一発ちょっとお手本を打ってみて、はい、はい、いい感じ、こんな感じです、こんな感じ、もうちょっともう一発、じゃあもう一回お手本お願いします、はい、ちょっとラフやから、ちょっとここラフ深いけどね、ちょっと開いて、うん、はい、一緒に綺麗に上がってます、こんな感じです、こんな感じで、はい、そう、じゃあとにかく一番気をつけるとこはやっぱり手首返さない、手首使わんことですね、手首使わんっていうかもう使わんことです、うん、手首使わないで回転だけで打つ、はい、うん、そうです、ね、なんか右肘がずっと下に向いてたらいいって私はこう、この右肘がの肘かここが下に向いたまんてたら大丈夫、なんか多分フェイス変える人ってこうなるから、どこの段階で下向いてんの？ずっとです、ずっとちょっともう一回スイングしてみて、いいスイング、なんかアプローチで例えばハウスショットぐらいやったら、うん、こうやってこの時点でもまだ下向いてるじゃないですか、うん、でこうフォローする人も下向いてるじゃないですか、うん、でこれも下向いてるから、うん、腕もあれだよね、脇にビシッとついてるよね。あ、そうです、そうです、うん、下に向いてることが大事、多分手使えたらこうなったりとかしたら、うん、こっちにも向いちゃうから、うん、なんかずっとこういうイメージ。素人はさ、アプローチとパターが全てじゃん、はい、全てってわけじゃないけどさ、半分以上、もう半分以上じゃない、それでなんか行ったり来たりしてさ、100叩いちゃう人は結構いるわけで、はいはい、そうですね、はい、だからそういうそのアプローチを少なくともまあ 4,5 メートル以内につけられれば、うん、まあボギーゴルファーぐらいにはなれる、うんうん、でそれのためにもなんかアプローチはすごい重要なんで、今回は、モエカ選手にアプローチの、レッスンをしてもらいました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。